最近可愛い後輩、モコうからちくのぼに移り変わりつつあるからな。あいつなんかもう年取ってきちまって可愛さのかけらもねえんだよな。<laughs> ブクブクうまいもん <laughs>。金持ちになってブクブクうまいもん食って太り、太り腐らせやがって。なんかデブの風格で出てきてるからな、モコうおじさんなんだよ、あいつ。げも蓄えて。ちくとかまだなんか、一生懸命生きてるじゃん。あいつもう、フグみたいな顔してんじゃん、なんかもう。 最近俺は地区に浮気してる木工じゃなくて木工 <laughs> の貯金3億6千万だぞえマジかよじゃあ杉内年谷ぐらいあいつ金持ってるってこと半端ねえなどん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 その後輩も年取ってきちまったなあいつももう28だろう俺ももう今年で 34? やばいよねってか木二29じゃね あいつ俺の五個下だろあいつ29なのは早く30になってあのクソ可愛いキャラ破滅して地獄に叩き落ちねえからあいつ。もうパッドと,とか壊してももうやめなよ。30なんだからやめなよ。冷たくあしらわれてほしい。ニンテンドーに謝りなよ。もう30なんだし。それ冷たくあしらわれてほしい。物壊すのやめなよ。 <laughs> 俺以外の前じゃ偉そうと、なんか最近、その片鱗を、見てる。あいつなんか後輩と飯食いに行った時、うまい飯ごちそうしてるって言って <laughs>。じゃあなんだけど、俺と鴨の橋と鬼屋と母校と京一郎で飯食いに行った時に、俺は誘われたし、年齢一番上だったから、まあ一応ね、そのごちそうはするけど、その辺の手配は全部、まあその後輩に任せてたわけよ。で <laughs>、 俺と京一郎が、あ、じゃ、鬼屋が、あいつ、あの、鬼屋の後輩力異常で、YouTuber でニ屋ってやつけんだよ。で、出てきて、そ、う、の、ん、いや、俺が並んどくんで、いや、加藤さんと京一郎さん、外で待ってくださいって。うん、あ、わかった、俺、ありがとうねっ、つって。で、鴨の橋ノもさ、あんまり、あの、面識なかったから。 あそうなんだ、そうなんだ、みたいな話して、入ってて、もこが一番最後に入ってきて、あいつなんだ、カモノハより多分年下なのにもかかわらず、カモノハシに待たせて、モを俺、木工京一郎からもらった飴ずっと食ってたからな、あいつ。あいつ、貫禄出てきたなと思った。で、なんか、一番神座に、俺、俺が神座に座って、モコも神座に座って、 カモノハシがモコ、モコさんなんか飲み物頼みますあ、じゃあ僕ウーロン茶だよ。つって。お前年上じゃねえのかよ。あげくの果てにはさ、酒も飲まずにウーロン茶こぼして、なんか、サムギョプサルビチャビチャにして、それをカモノハシとオニアが一生懸命吹くみたいな。あいつ貫禄出てきたんだよ。 僕う,う人生で先輩らしい先輩お前しかいないからお前の真似して。<laughs> お前バカ俺ものすげえぞ。うさぎ可愛がるみたいに後輩から上がってんだぞ。チク。チクサムギョプサル食べ。この前あいつ飯食いた時大盛りご飯2杯食ってたからな。チクお食べ。好きなもん食べチク。ありがとうございます。むしゃ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 。めちゃくちゃ食ってたぞあいつ。びっくりするぐらい米食ってたよ。 白米大盛り2杯食ってた。思ったよ。ああ、モコもう金ねえ時は俺がごちそうさ1000円のやつ。加藤さん加藤さんの野菜俺が食っていいっすかさあ、モ食べなっつって。俺がさ、デロデロに残したレタス食ってたのにあいつも。むしゃ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 ,むしゃおめえあれだな。青虫みてえに食うなはははやめてくださいはあ、管理してくださいよ今じゃなんか、 サブチャンネルに4,000円の肉食ってみた4,000円の肉食ってみたあげてるし青虫みてえに野菜食ってた男が俺も最近地区にくら返してるあいつ何でもあいつ何でも食いそうだなと思って俺の中のなんかチキンレースかっちゃってるどんどん飯のランク下げてってなどこまで食えるのか だって、間違えてさ、鉄板に敷く油みたいなやつを食っててさ、俺言わなかったけど、あ,あ、地区があれだ、油食ってるな、と思ったけど、あ、まあい,いや、こいつは、こいつはも油も,もう買んねえだろう、う油食ってたやつ。で、美味しい地区です、そう、うまいっす。油食ってうめって言ってた。ラード食ってた。間違えて。向こうも昔は、ラード食って笑顔だったのに、あいつはもううまい飯じゃないと、満足できない体になってる。 いいでしょいい後輩でしょめっちゃ楽しいんだよね。まあも,もそうだけど。なんか可愛いんだよ。なんか先輩といるのしか俺は好きじゃなかったんだけどようやくその後輩と遊ぶ楽しさ。あなんか俺もこういう若い頃先輩に連れてってもらってなんかご飯楽しかったなとかさちょっと背伸びして いい飯食わしてもらってたなーって。<laughs> ほら、もうおかしくなってんじゃん。もう,う今日のニコラムで俺が加藤十一だってうな。あんな俺の葉っぱ食ってたやつが、もうこんなこと言い始めるんだよ。俺が加藤十一だって。変わるだろ、人は。あんな俺の青虫みてぇに葉っぱ食ってたのに。変わっちゃったんだよ、あいつは。ちくのはそんなこと言わないのに。豊臣秀吉みたいになってんだろ、もう。<laughs> 壊れちゃった、あいつは。 可愛かった青虫はどこ行っちゃっんだどこ行っちゃったんだ秀吉秀吉になりやがったあいつ